はい、こんにちは、家です。皆さん、恋したことがありますか？初めて恋をする人を初恋と言います。今日は初恋について話したいと思います。ミャンマーでは初恋は100年まで相変わらず恋をするという昔話があります。フランスの作者ジョン・ド・ラ・ブラがこう言いました。人が心から恋するのはただ一度だけあります。それは初恋です。人は誰でも初恋について楽しいこと悲しいことが記憶に残っていると思います。このことをと共にして書いた日本の歌があります。日本の歌手ヒカルさんのファーストラブ、初恋という歌です。この歌は日本だけではなく世界中で有名な歌だし、恋人と別れた時カラオケで一番人気ある歌です。この歌の曲で本当に最後でというミャンマー語で翻訳した歌もあります。僕にとって初恋というのは初めて恋をする人はともかく心の深い場所で恋をする人は初恋です。そうだけではなく家族の中でも初恋があります。男の初恋は自分の母親、女の初恋は自分の父親と多くの人が言います。どんな初恋でも大切にした方がいいと思います。皆さん、どんな初恋がありましたか？自分の初恋を思い出してください。以上です。ご清聴ありがとうございました。You were always gone.